ました。とどろき陸上競技場です。はい、ついに J リーグが開幕します。やった。今年 J リーグは30周年ということで、開幕カードは激アツの神奈川ダービーです。横浜 F マリノス対川崎フロンターレの戦いになります。私はね、一応川崎側の応援ということで、今日も一応ユニがないので水色の服を着てまいりました。今がだいたい17時過ぎ金曜日なんですけれども、本日会社がお休みでしたので、余裕を持って来ることができました。まずは、いっぱい下グレなのがあるので早速行きたいと思います。平日なんですけれども、このにぎわいすごくないですか。フロンターレは本当にキッチンカーがすごく充実していて、いろいろあるのでね、毎回迷うんですけれども、ちょっとどれを食べるか今日も楽しみにいろいろ考えております。ここがタコライスで、塩ちゃんことかもありますね。この日高屋のカレー、中華系いいね。牛タン美味しそう。すごい、もうめちゃくちゃバスマチがすごいです。今日はもう100% 収容が解禁になりましたので、もうたくさんのスポーターの熱い声援を聞くことができます。川崎のバス待ちはかなり熱いと思っていて、いっぱいあれだけサポーターが集まって、もうね、始めもうだいぶ早くからすごい熱のある声援を送っていて、選手もものすごく心強いんじゃないかなと思います。はい、ちょっと列の方に戻りまして、何を食べようかな。美味しそう。前もここ食べたけど美味しかった。
それでは準備はよろしいでしょうか。天童さん、よろしくお願いします。
横浜雲海橋北九段。
今日はあの友人と一緒に見に来ていたんですが、寒かったですね。めちゃめちゃ寒い。どうでしたか、試合は。多分川崎とマリノス初？あ、でもマリノスは先週見たのか。先週見ました。で、ちょっと川崎を本当は応援していたのに、マリノスの圧だと。そう、あの、そう、川崎のつもりで行ったが、ちょっとマリノス側のね、ゴール裏の近い席だったので、あの応援歌が非常に聞こえてきて飲み込まれてしまいまして、あのマリノスが 2-1 勝利ということでね、まあ J リーグ開幕しました。まあ、これで結構今日は優勝争いのようなで、そういう試合だったんですが、まあね、まだまだこれから長いので、どこが優勝するのか、そして明日は浦和の試合があるので、また毎日ワクワク、毎週ワクワクしながら楽しみたいと思います。また一緒に試合に行こうね。はい、ということで、はい、今日の動画は以上となります。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また、バイバーイ。